ちょっとねこのフィットちゃん、フィット3、これ RS ですね、ちょっとところどころパーツが変わってるんでね、ちょっと最近パーツが興味がすごい出てきて、これ無限の、サスペンションがついてるということでね、ちょっとどんな乗り味だったかな。なんでこれマフラーね、柿本の2本出しですよ。これもちょっと音どんな感じか。これあれでしたっけ、ジェイド、いやこれベゼルの、あベゼルの、でもパッと見一緒ですね近くで見たら若干やっぱ塗装って色違うんですね。っていうか綺麗ですねこの青色はい、ではお邪魔します。この辺も変えてる感じですよ。マットがね RS になってる。上から貼り付けるんや。これアマゾンで買える。やっぱ RS ちょっと違うな。こんなんやったんや。ちょっとおー気になるこの足回り。これは無限ですよね。無限じゃない、モデュールのサスペンション。モデュールのサスペンション、わーなんか、あなんかやっぱ軽いなすごいなフィットってすごいな。いや本当にねハイブリッドじゃない方が良かったかも問題っていうのはありますよね。本当にね閉じてしまうとなんか静かですよね。そうやっぱフィットっても遮音性も実は高いというこんな乗り味か。どうですか。いや久しぶりに乗ったら前は2月、ね、そうですよね、まあ、あの頃そのとりあえずレビューすることにばっかりね意識がいっててね、本当にその商品が欲しいと思ってレビューしてなかったんですよ今ちょっとねすごいやっぱカスタムに興味が出てきて、この足回りホンダアクセスのモデューロのサスペンション、これもタイプとしては一つしかないんですよね。そうですね。ただあの無限さんのサスペンションと同じ製造元の昭和さんで作ってるので、はい、そんなにね大して変わらないと思うんですけどね。うん、無限とモデューロアクセスってまた全然違う会社ですよね。まあそうですね。なんかある程度業務提携してるってことですかね。まあ、その会社ごとのチューニングが違うと、同じあのスポンサーする。これでおいくらでしたっけ。あのサスペンション、サスペンションでポーチに入れて10万弱ぐらいだったと思うんですよね。割引なしでですか。はい。これでちょっとだけ車高が下がってるんですよね。ああそうですね、若干ですけど若干下がってる、ね、気持ち的に今のところはあの縁石に吸ったりとかはもう全然ないです、ね。まあ、なもう普通の今までのフィットっぽく乗れると。正直ね今のところ僕が乗ってるフィットハイブリッドの S パッケージとそんな変わらん感じはするんですよね。それよりもちょっとだけゴツゴツするかなっていうぐらいで、どういう時に違い感じます、その純正と。そうですね、やっぱりカーブ、家にあのちょっと親の車で N ワゴンがあるんですけど、はい、その純正のサスなんですけど、やっぱりまあコーナーでやっぱりその N ワゴンを運転した後に、はい、この車乗ったらやっぱり全然違うなって。うん、 N ワゴンね、追従性がいいってこと。あ、まあちょっと同じホンダ車ですけど ね。でも前のフィットは何つけてましたっけ。まあ無限のスポーツサス。あ、無限、あれはねなんか僕はあんまり乗り心地いいなと思わなかったんですよ。あれよりも柔らかいですよね。まあこちらの方はそうですよね。やっぱ車高のあれもあるんですかね。やっぱりメーカーが生産しているサスペンションからやっぱり、うん、快適性も考えられている。いやそこなんですよ、ね、でうちねあの嫁が乗るんでね、あで嫁も乗るし嫁のお母ちゃんもたまに後ろに乗っけるしガタビシできないんですよね。いやでもそこはね結構僕の中で重要ポイントなんですよね。あのガタビシの跳ねのフィットってもうただでさえこう縦跳ねしますやんか。それをさらに縦跳ねしてたらもうなんかこの辺ジュース置いててもジュースこぼれなんちゃうバチャバチャなるんちゃうかっていう、それがねちょっと僕の中でもうデメリットというか
変えたくないなという思いやったんですよ。でもこの間のキューちゃん、はいはい、キューちゃんさんのやつとか乗ったらあれと思って、車高下がってんのに あれ意外とこれ普通に街乗りできんじゃねみたいな。あれどこのメーカーやったかな、あれは社外品ですけどね、なんか ラルフス、あ、ラルフスですよ、あ、そうです、ラルフスです。あれはまあそんなね、乗ったって言ってもね5分程度なんですけどね、はい、あれまた1日乗ると印象変わってくるのかな。僕もいつもね試乗言っても本当に30分ぐらいなんですよ、まあ、そう撮影でも。それでね本当のその車の分からないんですよ、乗り味っていうのは。いや、この本当に自分が変えるってなるとすっごい真剣ですからね、今すごい真剣なんです。ホンダアクセス、こういう、はい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 、無駄に喋ってはい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 、あ、全然大丈夫、多分これやったら多分助手席に乗ってる人も大丈夫です。あ、酔わないというか。これはあの車高の調整はついてないんですよね。ついてないです、はい、無限さんのも調整がついてないですね。あ、なんかあれは下がりっぱなしなんですね。そうですね。ただまあもちろん車検も OK だと。あ、はい、え、無限のも OK なんですか。あれ、あ、無限のも OK ですね。まあ地上から9センチでしたっけ。そうですね、なんかそういうルールさえ守ってれば大丈夫なのかな。してるか全然わかりません。はい、わかんないです。わかるうちにちょっと帰ろうかなと思ってえ、これで10万か、10万あったらいけるか。で、マフラーはね今日買いましたね。そうですね、やっぱ釣りやるっていうのはやっぱサスペンションですよね。サスペンションですね。で、やっぱさっきちょっと伺ったんですけど、あの安いサスペンション入れると寿命が短い。あのサスペンションというか車高、はい、車高調ですね。車高調スプリング、何をサスペンションというんですかあれ、スプリングのことですか。ですね、スポーツ今履いてるのはスポーツサスペンションで、はい、あの車高調整ができない代わりにあのメーカーさんがその減衰とか、はい、ね、コーナーとかの回答性とかも十分計算されて、設計されてる、まあ、そういうのが、まあ、自分でその調整する楽しみはないと思うんですけど、はい、万人受けするかなと思う。で、まあ、やんちゃな大人な信頼性が高いですよね。で、ちゃんと長持ちもするし、安いのはすぐガスが抜けるって言ってましたっけ。それであの一応このモデルを指す場合でしたらメーカー保証もつきますし、でも欲を言えばもうちょっとだけ下げたいなっていう感じがしますけどね気持ちと言わずに2センチぐらい下げてほしいな。下げたらやっぱするんですよね、いろいろ。まあちょっとホンダセンシングについて関係もあるし、ね、ホンダセンシング問題か。確かにそれで下げれないっていうのもあるんでしょうね。え、でも無限は3センチ下がるんですよね。でもセンシングの対応のサスペンションは 1.5 センチぐらいしか確か下がらなかったと思うんですけど、でもただちょっと影響が出る場合がありましたよ、なんかメーカーさんのホームページで書かれてたと思うんです。歌ってはいるんですね、が跳ね上がったりするときに。そっか、下げすぎるのもいろいろ障害が出るんやな。昔のフィットはね、ホンダセンシングとかついてなかったんで、そうですね、別に限界まで下げれたんでしょうね。今は 1.5 か、15mm。これ今マフラーも喋りながら全然これぐらいやったら全然近所迷惑じゃないですよね。ちなみにその
タッケさんが作られたマフラー、はいはい、あの後期型 RS にも対応してますので。あ、そうなんですか、ね、じゃあ RS もし乗り換えられると乗り換えると行けますので。いや、朝もう一個聞いてみたかった、あの電気自動車ってあれでしょ。あ、はいはい、これから多分ハイブリッドカーがメインになって電気自動車が出始めてなってくるんですけど、こういうエンジンの方がどう思います？エンジンはエンジンで魅力ありますよね。で、 YouTube のネタとしてどっちの方が人気が出ると思います？その見ておられる視聴者さんの、ね、はい、どんな車乗ってから乗っておられるか、ね、はい、ことによると思うんですけど、やっぱりハイブリッド系の方が関心あるかもしれないですね。あのおそらく一般的にはこう台数が売れてるものが一番検索されやすいんですよね、うん、ということはやっぱハイブリッドとかこれから電気が広がるんやったら電気の方が需要が大きくなってくんで、そんだけみんな情報は欲しいわけですから、それで検索する人が多くなるかなっていう予想はあるんですね。でそれと裏腹にあのシビックタイプ R みたいなね、ああいうのはもうホンダといえばホンダに乗るならあのタイプ R のあのエンジンがいいよっていう、そういう配信の仕方もいいなと思いながら、で片やこのフィットをずっと改造していくっていうねそれ今3つの選択枠あるんですよね。でも高いんですよシビックタイプ R、はい、高いしその維持費もね、やっぱタイヤ1本10万ぐらいするんだよね。それで溝の減りも早いですね。そう、溝の減りも早いし、まあ2リッターやからちょっとだけ税金も高いし、何より嫁がねちょっと通勤で車使っとるんでね、あタイプ R もこすられてきたらもう涙ちょちょ切れるなと思って、でそれはそれで問題があるし、でもタイプ R 乗ったらバズるんちゃうかなとか、まあ、買えないですけどねでもう一個あのホンダ E っていうのがねもうすぐ発売で、あれもうあっちは完璧ですよ、もう嫁からしてみたら。ただ家にコンセントがないんですよね。いや問題ですよ、いろいろと。お金があればね2台買いますけどね買えないですよね本当。普段は電車通勤されてるんですか？普段電車ですね。ああ私電車で、で嫁がフィット乗ってます。ああそうですか嫁がねフィット気に入っててね、すごい。ああ、はいはい、もうめっちゃ良い。今回のマフラーの件も別に、ね、もう全然え、マフラー買えない、うーんって奥さんでいいですね。大概あのね奥さんがマフラーとか買えるんだったら反対される奥さんが多いと聞きますけどね。いやそうなんですよ、意外とねうちの嫁責めてますねそうですでもまあ普通が一番このなんていうんですか、純正が一番バランス取れてるんですよね、改造するより。ちょっと踏み込んでみましょう。まあQちゃんのに比べるとQちゃんさんのに比べるとすごいおとなしいですよね。でも普通の、 あの純正のマフラーじゃこの音はならないですもんね。ありがとうございました今日は。いやちょっと本当にねこれちょっともう一回乗ってみたかったんですよ、この足回りホンダアクセスモデュール X か。売ってるんですよね、まだ多分売ってるんですよねきっと。はい、というわけで今日は、足回りとマフラーの加減を、テスト走行させてもらいましたでした、チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでフィット RS でした。じゃあね、ボーイ。